続いてはズームアイのコーナーです。伊勢崎市では今年度初めて地域おこし協力隊が着任しました。今日はこの1年の活動などについてお話を伺いたいと思います。ではゲストです。今日は伊勢崎市初初代の地域おこし協力隊、関口咲子さんと海瀬優太さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人のプロフィール簡単にご紹介しますが、まず関口さんは藤岡市のご出身です。高崎経済大学を卒業後、観光の仕事に携わりまして、秋田でも地域おこし協力隊を経験されています。そして海瀬さんは安中市のご出身でいらっしゃいます。海瀬さんも観光に携わるお仕事を経験しています。そして肩書きなんですけれども、今中小企業診断士、国内旅行管理者、そして漁師と多彩な資格をお持ちでいらっしゃいます。分野も様々ですね。そうですよね。まあそんなお二人なんですけれども、主に町中で今年度活動してきたということですけれども、どんな活動だったんでしょうか。はい、伊勢崎市の地域おこし協力隊は町中イノベーターという愛称で呼ばれています。町中に新たなにぎわいを創出するために昨年の4月から活動を開始しまして、今月の3月で1年目が終了します。伊勢崎市の駅前から商店街周辺にかけての、いわゆる町中と言われるところを拠点に活動しています。海瀬さん、1年を振り返って、こう駅前の活動で特に印象に残っているものございますか。はい、7月に行った駅中 e スポーツというイベントで、こちらはですね、きっかけはモニター、駅中のモニターがあまり活用されてなくてもったいないなという思いから始まりまして、さまざまな事業者の方にご協力いただきまして、当日1000人の方お越しいただいて、e スポーツ楽しんでいただいたイベントでした。また謎解きウォークというものも行いまして、こちら駅前から商店街へ足を伸ばす人を増やしたいという思いから、広い世代に人気のある謎解きを取り入れた企画をいたしました。第一弾として駅周辺を舞台にしたものを作成しまして、駅前で楽市というイベントに合わせて10月12月に2回を開催させていただき、約200名の方にお楽しみいただきました。さらに活動を広げまして、商店街周辺での活動というのもあったそうですが、関口さん教えていただけますか。はい、伊勢崎の街中の歴史だったり魅力を市内外の方に知ってほしいと思いまして、歴史や人の触れ合いをテーマにしたツアーを、街中ウォークというものを作成しました。これまでに私たちの友人であったり県内の地域おこし協力隊の方向けにツアーを開催しまして、知られざる歴史にびっくりされたりとか、協力してくださった町の方が声をかけてくださって優しさに触れて喜んでいただけました。今後は一般の方向けにもツアーを開催できたらと考えております。また、町のことを知って町の人との親睦を深められたらと思いまして、着物を着て町に繰り出す着物ランチ会というものに参加させていただいたり、伊勢崎祭りだったり上州焼き満載など町のイベントにも積極的に参加してお手伝いをさせていただいています。はい、そして海瀬さん、今月17日には新しいイベント、伊勢崎神社縁日行われるそうですね。はい、そうなんです。地域の人たちがみんなでワクワクできるようなイベントを行いたいという思いから、伊勢崎神社でお子様からお年寄りまで楽しめる縁日企画をいたしました。はい、当日は昔遊びや紙芝居など懐かしいものから、名船を着て行う縄文カルタ大会や大画面でのゲーム大会など、さまざまな催しが行われます。同時開催でマルシェも行われますので、ぜひ皆さんお気軽にお越しくださいませ。名船も一つのキーワードとなりそうですけれども、今日は海瀬さん、伊勢崎名船をお召しになってきていただきました。そんな海瀬さんにとって伊勢崎市の魅力とか好きなところがあれば教えてもらえますか。はい、伊勢崎市は隠れたお宝がたくさんあるというところがですね、伊勢崎明治館、旧時報鐘楼など町の歴史を伝えるものから、今日私が来てます伊勢崎名船ですね、まで光るお宝がたくさんございます。またこちらの校ではですね、町の方が選んでいただいたもので、そのように人情に熱いところもとっても魅力的だなと思います。今後はですね、若者が集まれる場所を私も作りまして、さらに魅力アップに貢献していきたいと思っております。
このお二人がさらに伊勢崎市の魅力を発掘していってくれるのかなというふうに思いますが、最後に活動2年目に入ります、関口さんから一言意気込みをお願いできますか。はい、まずは3月17日の伊勢崎神社縁日を成功させること、あとは、今年度秋田で協力隊をしていた縁もありまして、秋田県の協力隊員と一緒にきりたんぽ鍋を振る舞うイベントを開催したんですね。で、今せっかく群馬県に住んでいるので、県内の地域おこし協力隊同士でイベントを企画するなどして、町や人とのつながりをより深めていきたいなと考えています。ぜひ2人のこれからのこれまでの経験を生かして、またさらに伊勢崎盛り上げていってもらえればと思います。今日は伊勢崎市地域おこし協力隊の関口咲子さん、そして海瀬優太さんのお二人にお話を伺いました。ここまでありがとうございました。ありがとうございました。